どうも皆さんこんにちは。今日は例えばそこそこほどほどの生き方なんて書いていらっしゃる深澤真紀さん、私も長年の本当にお付き合いでいろんなところで深澤さんのちょっと型の抜け方、力の抜け方、草食系男子の命名者としても本当に有名ですが、特ダネやいろんなのでもコメンテーターで、テレビタックルなどで出ている深澤真紀さんに今日は若者について語っていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。深澤さん、なんていう若者についてっていうことの世間の間違いみたいなことってありますよね、はい、そうなんです。特に私が草食男子ってことを作ってしまったのがちょっと申し訳なかったなっていうのは、ちょっとまあ言葉があまりにも面白すぎて、うん、こう何でしょう、若者、今の若者は内向きで草食でだらしないものを買わないみたいなことにすごく使われるようになってしまったんですが、留学しないと、はい、そうで、これはね実は全部嘘なので、今日はそれは全部嘘だっていうお話をしたいと思ってます。はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。どうぞ。まずね、一番大事なことなんですけど、うん、若者は内向きで留学しないってよく言われるじゃないですか、うん、これ本当に間違いで、うん、一番今そのよく記事になるのはね、アメリカに留学しないんですね、若者が、うん、昔は1997年ぐらいまでは 75%、はい、ね、4分の3がアメリカに行っていたんですが、うん、今は若者のうち半分ぐらいしかアメリカに留学しない、うん、でもグローバルってことを考えたら、うん、5割でも十分ぐらいですよね、アメリカなんて、うん、もっといろいろな国に行った方がいいし、うん、中国は実際に2倍留学してますし、うん、北欧だったりとか南米だったりとかアフリカだったり、今まで留学しないところに若者が留学してますし、留学の数はどうなんですか。もうそれまで全然、皆さんよくね、私もバブル世代ですけど、バブル世代は外国に行ったとかよく言うんですけど、それは間違いで、 OECD の調べではバブル世代、1986年は1万5000人ぐらいしか留学してないんですけど、うん、リーマンショックで留学生が減った時代でもね、6万6000人以上、つまりバブル期よりも、ね、4倍以上留学生の数はいる。ワーキングホリデーに至ってバブル期が2000人ぐらい、うん、今2万人なんです。つまり、ね、留学生ってすごく増えているし、海外に駐在したいっていう若者も実は一方では増えてるんです、うん、ただ地元志向の若者も一方では増えてるのでね、うん、地元に残りたいっていう人と外国ならどこでもいいっていう若者二極化しているだけなんですが、うん、なんとなく若者内向きっていう、そうですね、すごく、ね、それは最大の誤解なんですね、うん、あとはもう一つは若者がね、恋愛しないとかセックスしないとか、草食男子は恋愛に興味がないなんて言うんですけど、これもね全然データが間違っていて、うん、厚労省のデータでよくそれを言われるんですけど、はい、これもね同じ調査表を使わないですから、はい、厚労省の交際してる異性がいますかっていう質問の答えが、1、婚約者がいる、2、交際してる異性がいる、その次に友人として交際してる異性がいるという項目があって、昔はそれが有効だったんですよね。みずほちゃん付き合ってよって言ったら、じゃあお友達からならっていうようなことがあったんですけど、今は友人として交際してる異性っていうことはあまりありえないので、そのバブル期にはそれに丸をつける人がすごく多かったので、交際してる異性がいるという総数が増えちゃったんですけど、うん、今はそこに丸をつける人はあまりいないので総数が減ったように見えるんですが、実際には性経験数とかもですね、バブル期より今の方が全然多いんですが、うん、なんとなくこう数字のマジックで、やっぱりメディアは若者が嫌いなので、こう若者を叩くととてもいいと思っているところがあって、で最大によく言われるのは少子化です、まあ、もちろん水穂さんは担当されてたけれども、うん、もちろんご存知の通り、日本以外の少子化の国といって有名なのはイタリアと韓国、はい、でイタリアと韓国なんて本当に男性が恋愛に積極的な国っていうね、私たちのイメージで、うん、なのに少子化どうしてか、もちろんね水穂さんもご存知の通り、うん、子供を産み育てる環境が悪い国がイタリアだったり日本だったり韓国だったりってことですよね、はい、なんかね、それをこう草食男子のせいにして、日本でも北陸なんかのように女性が働きやすかったり、はい、家が広がったりするとやっぱり子供って生まれるので、うん、何でもかんでもこう若者の物が売れない、恋愛もしない、子供も生まれない、結婚もしない、留学もしないって、全部若者のせいにされているっていうね、うん、ちょっと不思議な状況になっている。そうですね、だから男の人がそのマッチョじゃなくなったっていうことに対する違和感もあるのかもしれないね、うん、でもそれは違いますよね。だって一方でいいのはイクメンとか、うん、やっぱり子供を可愛がるというか、やっぱりパートナーシップで子供
家事育児を半分ぐらいするとか、もうすごく変わってて、それはとってもいいですよね。男性がやっぱり生活者の視点を持ったってことはとてもいいことで、うん、やっぱり男性にとってもすごく生きやすくなって、うん、昔はやっぱり昔というか、まあ要するに高度経済成長期からバブル期の男性っていうのはある意味では会社員という生き方しか選べなかったわけですけれども、うん、今は働きながら生活をしたり運動をしたり趣味を持ったりっていういろんな生き方を、一人の中で多様な生き方をできる男性が増えているので、それは本当に、ね、国としてはすごく成熟している。そうですよね、うん、だからもちろん世代によっても地域によっても10波人柄にはできなくて、それぞれ個性を持った人がいるんだけれど、私は割と威張らない、うん、そして気持ちが優しくて脱原発で、うん、やっぱり命が大事っていう人は大好きで、やっぱ経済だろう電気だろうってどうなんだっていう天下国家論じながら、なんか抑圧的な人よりは本当に自分が気持ちよくこの社会で生きていくために、あるいはちっちゃな愛おしい子供や本当にちっちゃな命のためにこの社会を変えたいなんていう、まあ、センシティブな人の方が本当に身近に感じますよ。よく最近の日本は怖いなんて言いますけど、うん、実際はそれは嘘で、戦後の殺人発生率はもう最低ですしね、うん、交通事故も減ってますし、うん、特に日本の若者って世界の若者で貧困率が上がっているのに犯罪が減っている若者は日本だけなんですよね、うん、でそれは本当に世界でもなぜ日本の若者はこんなに大変なのに犯罪しないのかって驚かれているぐらいで、本当にそういう優しい若者が増えていて、まあ、一方ではすごく残念なことに人を殺さないけど自分を殺してしまって自殺をするっていう部分もあって、うん、すごく自己責任論も強いは強いんですけど、ただ今の本当に日本の若者は実はすごく世界に誇れる日本の財産なんですけど、なかなかこうそれを認められない、こう今の日本の良くなくなっていることを誰かのせいにしたり中高年層が彼らのせいにしてしまっているところがあって、それがすごく残念で、名付け親としてもなんとか今の若者の良さを知ってほしいし、そうですね、本当に今の若者は本当に優しいし頭がいいし、付き合っていって本当に素敵な人たちばかりだと思うんですよ、うん、実際運動にね関わってる若者もすごくいいですよね。素敵ですよね、うん、気持ちが優しいですよね。でもいやもちろんいろんな人がいるだろうが、でもマッチョでね、黙って俺についてこいとか、というタイプではない人たちでないですか。でもそれは女性に近い、いい意味で女性性が出てきたり、配慮したり気遣ったりとかということですよね。そうです、だから女性もいい意味で男性化してね、どん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 やるぞっていう、だからこう本当に一人の女性なり男性の中にいろんな面があるという方がやっぱり豊かで、今までの社会、特に高度成長期からバブル期の社会ってやっぱり分断だったわけですよね、男らしさ、働く人、生活する人、女らしさっていうのをみんなが分担してそれを生きざるを得なかった社会、それがまあある程度社会をまあうまく動かしてた部分もあると思うんですけれども、今はある意味ではその経済が悪くなったがために、その今まで分担してきたことを、ね、自分の中に取り戻していって、その消費するだけの人じゃなくなったり、昔は消費するだけの人、ね、作るだけの人、そういうふうにやっぱりかなり単純な人間の区分けがあったと思うんですけど、今一人の人の中にいろんな面が入っているという意味では、本当にね日本の中で一番豊かな人たちがいる時代でもあるとは本当は思うんですよね、どんな生き方をしてもある意味で許されるところがありますから、そこは私はあまり悲観していなくて、今日本はねどんな時代よりも最悪だみたいなことを言う人がいるんですけど、とてもそうは思えないですね。そうですね。だから、まあ、非正規雇用が増えたり貧困や格差が増えたりっていう社会の問題はやっぱり住みにくいし変えなくちゃいけないって、もちろん、経済が悪化してるとかもちろん変えなくちゃいけないんだけれど、その中で、人々はなんか優しい金だけとかね、俺は仕事だけとか俺は金稼いでんだから文句言うなみたいなのはもう絶滅危惧種になりつつあって、それは本当にいいことだと思ってるんですよ。そういう意味ではそれをこう認めることによって実は上の世代も楽になる、今までの自分の生き方から、だからこう男の料理教室みたいなところに行き出すとおじさんたちはだんだん顔が優しくなってくるんですよね、なんかやっぱりこう自分のことができるようになるのって人って誰でも幸せになるので、
そういうチャンスを若者に学ぶといいですし、で逆に若者にもちろん足りないところもたくさんあってね、それを団塊世代なりバブル世代のいいところもたくさんあるので、そこをねお互いが持ち寄っていけば、全然日本にはすごくまだまだ面白いことがたくさんできる国で、男性の面白さ、女性の面白さ、いろんな世代の面白さが、残念なこと今はちょっと分断している部分がちょっとあるんですけれども、うん、その知恵を出し合っていくと、いろいろなこう問題だったりが、うん、なんとなくこう劇的に解決するっていうもう時代ではないと思うんだけど、うん、少しずつ解決していく時代になるんじゃないかなと思ってはいるんですけど、楽観的かもしれないんですけど、うん、でもそう思います。あのデモやいろんな集会も、それはもちろん非常に年配の60年安保以来だよ国会議員さんっていうみたいな人からそれからもちろん女性も多いし、うん、でも若い男性も増えているじゃないですか、うん、それはやっぱり何か若い人たちの中で大事なものって何だろうっていうのが出てきているし、あのツイッターやいろんなのでもみんなすごく発信してますからね。そうです、私たちの世代が、うん、あの就職したらもうデモには行けなかったですから、うん、それはやっぱりこの会社員という生活を守るためにはそういうものを、だから本当に私たちのもっと目立つところは髪を切って就職するとかね、やっぱり就職するってことは生活とか運動と切り離されるっていう時代がやっぱりあったんですよ、うん、今はもうそれ関係ないわけですよね、うん、髪が長かろうが運動してようが、でも会社にも行くし生活もするという意味においては、うん、本当に運動も面白くなったし、私はやっぱり20年ぐらい前の運動はちょっとしんどかったところが、うん、や運動するためにはなんかその支えなければいけないみたいなところがあったと思うんですけど、今はこういろんな形で運動とか思想に関われる時代にやっとなったのかな、うんうん、ですからよく言うのは本当にダメなまま、ダメ人間のままでもいいからこう自分の思想とかあの運動に関わっていこうよってよく言うんですけど、そうするとそれでもいいんですねなんてよく若い人に言われたり、うん、なんかちゃんとしなきゃ、ちゃんとしないと運動しちゃいけないのかと思ってたとか、そんなことはないです、実に上手にやっています。でもあれですね、ゆるキャラじゃないけれど、あ、ゆるキャラ深澤真紀っておられるか、ね、でもあのゆるババです、さかさかほどほど言い方ないけど、あの深澤さんの書く本や発言はどっかあの肩から力が抜けていて、今風というか、あのみんなに愛着てていいんだという何かをやっぱり伝えてるような気もしますね。そうですね、あの私自身がすごくいろんなものを、運動だったりとか仕事だったり、うん、いろんなものに大変頑張って、大変頑張った結果いいことが何もなかった方の人間なんですね。もちろんそれでうまくいく方もいたんでしょうけど、ね、私は結構自爆というか仕事も運動も頑張って自爆してしまって、うん、その時に頑張らない自分なりの方法を探す人も必要だなと思って、うんうん、今の時代にあった、そして自分が長く生きながら、長く仕事もしながら、長く運動にも関わりながら、長くくだらないこともしながらっていうね、うん、やっぱ運動期の時って運動以外のことができないんですよ昔は、うん、漫画も読んじゃいけないみたいな、受験生みたいな感じになっちゃって、あなたもしかしたら私の100倍真面目じゃないの。いや、でもね、やっぱ真面目じゃないと運動関わっちゃいけないみたいなところがやっぱりあって、あったっけ、あったさ、知らないだけだよ。いや、あったかもしれないけど、だからいい加減に来てたんで、フェミニズムに関わる女の子はルージュをしちゃいけないとかさ、なんかいろいろ決まりがあったのよ、ね、意味わかんないでしょ。いや、わかりますけれど、でもそれは、うん、まあでも無視して化粧すればいいし、みずほさんは無視してたんだけど、私たちは結構真面目なんで、いち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 、あ、そうなんだと思ってたんですけど、なんかそういうこともなく、なんか適当に、今日はもう運動とか思想とかもう考えないとかね、もう今日はもう漫画とネットで終わるとか。でも分かりますよ、私30ぐらいで弁護士でなんか発言したりいろいろした時、あ、福島さんって苦労してないからって言われて本当に驚いて、うん、日本の社会で女が苦労しない時代っていいじゃんって、そうです、苦労なんてしたくないよと思いましたよ、うん、だからなんかこうデモとかも、今のデモってなんだよ、チャラいなとかね、いいよチャラいでも、チャラくてもいいんですよ、楽しくて、あの戦闘風でやりたい人はどうぞって、もうチャラくたっていいんですよ、デモ自体が楽しいって人がいたっていいし、まあ、おじさんたちは嫌だけど、パレードと言おうがデモと言おうが好きにやればいいんですよ。そう、もう反対っていうことをどう伝えるかはもう自分の勝手だけど、うん、昔はやっぱり決まりがあったわけですよ、ヘルメットかぶるとかね、うん、あれ後ろとか顔隠せとかさ、いろいろあったけど、うん、今はそういうのもなくて、なんかそれはやっといい時代になったなと私は思っていて、 でもそういう時代の中で今デモに来る若い人たちはもちろんニコニコしたりそれぞれの表現なんだけど、うん、どっかでやっぱりあの福島原発事故や東日本震災があって、どっかであのなんていうかすごく大事なものってなんだろうっていう、うん、いろいろあるけど
お金、地位、名誉、財産、いろんなものあるけれど、でも当たり前だけど命には代えられないみたいな、なんかこうシンプルになってきてるところからの優しさみたいなのも思うんですけどね。本当に本当に今の日本にとっての一番の財産が今の若い世代だと思っているので、うん、本当に彼らとこう分かり合っていくことがもう一番いいことだと思うので、うん、本当に私がつまらない言葉を作ったがためにね、皆さんにはご迷惑をおかけしたんですが、これからも深澤武士に期待してますよ。ぜひね、彼らの面白さを、ね、知っていただいて、うん、若い世代も自分をあまり自虐せずに、どん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 意見を言っていってほしいなと本当に思ってます、うん、ありがとうございました。